初対面の人と、まあ、打つ時に指摘されたり注意されたり変な疑いかけられないためにも気をつけておいた方がいい知識所作行為シリーズ今回は手摘みの話でちょっと現実的にはあの今あまり考えられないかもしれませんが逆モーションみみはしない、まあ、手摘みの話ですちょっと思いついたので取りました。 逆モーション積みはしない普通積むときはこう積みます手前の灰を上に乗せます逆モーション積みというのは山を積むときに奥の灰を手前に乗せるこれを逆モーション積みと言います、まあ、なんでと単純に麻雀の基本動作ではないやりにくい違和感を感じる あとはこれはいかさまに使わ,ら使われる山の積み方の一つなので変にあらぬ疑いを持たれるメリットは一切ありません何か人と違う動作だからかっこいいみたいなのは全くお門違いですあのまあこれは 手積みの話なのでどうでもいいんですが山を積むときに手前に宅の縁があったとしてカチャと積んでから上の灰を積みます。このイカサマを疑われるっていうのは灰を何か積むときに好きな灰を集めて それからどうでもいい灰を積むこの方が簡単です。入れたい灰を上,にも上の段に積むっていうのはこうやって下の段を積んでる間に誰かからこう取られる心配されるわけで上の山に積むっていうのは基本難易度が高い。プラス 積むときに上山じゃなくて下山ツバメ返しとかいろいろ下山を操作する、まあ、こういうのが多いので逆モーション積みを使うっていう使っているっていうことは欲しい灰をこう下山に積むために積みやすい。 んだ灰を下山に置くという行為なので変に変な疑問変な疑いかけられてまあ自分が不愉快になるとメリットは一切ないので、まあ、初対面で手積みの地点で、まあ、よあの結構気の許した何でもありの友人麻雀の可能性が高いんですけれども。 手積みってことは全く知らない人と手摘みになるっていうのはなかなかないんでまあ実際現実的ではないですがまあ知識としてへえとその程度で大丈夫です。今回は山を積む時逆モーション積みはしないということについて説明しました。どううもありがとうございました。